こんにちは、今回は世界任務、アグニホトラ教の終章です。いよいよこれで完結となります。二つ目の任務、終了後に自動受注となります。スメールの北側ですね。ここのワークポイント、最初に解放がおすすめです。ベニー冒険団。サイド上にワークします。ここから少し難しいです。中央を起点として、3箇所に緑のビームが飛んでいます。その方向に向かっていきます。そこでギミックを解くわけですね。まずは北からです。まず3つの緑を起動します。解除が終わったら、アイテムを使い、真ん中の島を、上に持ち上げます。
や。よっ。ここでもアイテムを使い、まず真ん中の島を持ち上げます。いい度胸ね。ここ真ん中に行くために、カズハ使いましたが、カズハ未所持の方は、高い場所から来る必要があるかもです。最後にワークし、上から向かいます。ここ以降は少し、ゲーム内指示に従えば進められます。少しカットします。下に降りてから時間を変えるのは、注意ですね。少し飛ばした後に、別空間に来ることになります。ここから進めます。そしてこの先が一番の難関です。ここに来ると今まで使用してきたアイテムが3種類使えますのでうまく切り替えます。ここでアイテム再装備が必要ですね。今まで通常攻撃ボタンを使ってきましたが、おそらく元素爆発のボタンで3種類が切り替えられます。ご自身の右下の表示をぜひ確認してください。切り替えた後は今までと同じように通常攻撃ボタンで使えます。では進めます。基本的に、洗礼についていくのがベストだと思います。目の前の石碑が起動できます。アイテムを切り替えて、使いましょう。黄色みたいな色のです。続いて2箇所目です。急がなくてもいいのよ。
ラストの3箇所目です。冒険だ冒険。マークの場所に進みます。強敵と戦うのでパーティに注意しましょう。全滅させた後に最後に赤い花を調べます。最後に上に行くので草でギミックを起動します。会話終了でクリアとなります。それではご視聴ありがとうございました。